はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、みかんこにですね、新規カードが実装されたということで、ご紹介していきましょう。みかんこ神隠しというカードですね。このカードは、相手フィールドの表が表示モンスター1体対象にとって、パクって装備しますというサクリファイス的な効果が、あります。で、墓地のこの方を除外すると手札除外状態のみかんこを特殊化するという効果もありまして、展開力も付与できるし、妨害にもなるということで、めちゃくちゃ強いカードになってます。で、このカードを、みかんこのこの付与でね、サーチすることが、できますので、まあ、普通単純に、まあ、妨害としてもね、非常に、優秀になったというところと、あと、新しいモンスターでね、このね、荒姫のみかんこというモンスターが、実装されております。これ、どういうモンスターかっていうと、あまり儀式召喚でね、出していくことはね、ほぼないんですけども、手札墓地で存在していて、自分の墓地に未完工カードがあれば、フィールドの表が表示のカードを対象に、装備できますという装備魔法になれる、儀式モンスターですね。で、このカードが装備されているとエンドフェーズに、このカードと装備されているモンスターをバウンスできるという効果がありまして、怪獣とかとは結構相性が良かったりとか、あと単純にその自分のモンスターを戻して使いますというような動きもできまして、まあ、結構器用な立ち回りができます。まあ、正直なくても勝てるような気はしてるんですけど、まあ、新規カードっていうのもあるし、あとね、何が相性がいいかっていうとね、一番相性がいいのはちょっと一枚しかないんだけど、この、ね、カイザーコロシアムっていうカードめっちゃ強くて自分のターンは、2体とかモンスター出して、そのぶん殴った後に、その荒姫装備されてたモンスター戻るんで、カイザーコロシアムのその1体の状態が維持できるんですよ。フーリー1体単体で棒立ち一緒し続けることができて、マジで相手心折れるレベルでクソ害悪ムーブができるんで、まあ、これをね、ちょっと、今回は、強いなと思って、これ一応採用してますっていう感じですね。あとはまあ、アショカピラー入れたみかんこのデッキなんで、一回紹介したんですけど、アショカピラーマジ強いっすね、このトイレ掃除用具。マジ強いわ。うん。これで、まあ、やっぱ、装備屋法をね、サーチできる速度がすげえ上がってるんで、はい。しかも一枚ショーですしね、みかんこデッキの。はい。ということで、早速ね、ぶん回していきましょう。神隠しのイラストマジエッチだよな。デュエル、スタンバイ。うわ、トイレ掃除用具来てる、神。トイレ掃除用具神なんだけど。これさ、なんかさ、あのさ、トイレのさ、掃除用具でさ、なんかさ、こう、ポッてなるやつあんじゃん。あれ、なんていう名前？あれの名前知りたいんだけど。なんかさ、なんていうのか、なんかトイレ詰まった時とかにさ、こう、パコッてやって、ポンってこう、取るみたいなやつあんじゃん。アシュカピラのことなんだけど、それ、あの道具の名前何？あ、うららね。はい。アシュカピラにうらら熱いな。アシュカピラにうららは熱い。非常に。熱いと言わざるを得ない。大四股のみかんこ発動。大四股効果、何やんだっけ、手札。あ、そういう感じか。これ普通にアラベスクでいいか。大四股のみかんこ。するよりもさ、これあれだよな、もう多分これあれだね、打たれるの多分、まあ、売らないからもう G ぐらいしかなくて、で、みかんこのアラベスクを持ってきて、これロンドしてます。え、これカイコロあるからもうなんか風にカイコロでおしまいじゃねえ、あいって多分これ多分ね、これでゲームエンドですよ、多分ですけどね、大体のデッキこれで死ぬから。みかんこのアラベスク効果発動、風にちゃんを特殊して、で、フーリちゃんの効果起動して、みかんこの神隠し持ってきて、で、カイザー発動、神隠し千と千尋してエンド。はい、お前モンスター1体までな。お前モンスター出すの1体までな。カイザーコロシアムちなみに制限になったらマジ痛えよ、このデッキ。三積みできてたらマジ強かったんだけど、マジで相手困ってると思うぜ。まあそうなるわな。まあそうならな、多分な。あー、なるほど。アショカピラーは召喚していいか。あんまりね、カイザーコロシアム貼ってる展開してないんですよね。戻せる状態にしないといけないんで。キル取りにね、いけるときはいいんですけどね。バトルフェーズ入りますね。で、みかんこの、バスターガントレットか。みかんこ、フーリちゃんいるとみかんこカード対象に取れないんですよ、一切。なので、ちょっと待って、これあれだな、どうすっかな。これさ、ちょっと待って、大姫のみかんこ効果起動、
神比べ持ってくるよ、これあれか、荒姫持ってきて、わかったな、荒姫持ってくる、荒姫捨てる、こうだな、荒姫持ってきて、違う、危ねえ、これサーチした方でたまに捨てちゃうんですよね、これはマジで危ないんで、これ皆さんも注意してください。で、アショカピラーを召喚します。でアショカピラー効果発動、これさ、なんかさ、相手の守備力上げる装備魔法みたいなやつも欲しくなるときあるよね、リカンコって。まあ別になくても勝てるから別に言えないけどさ。でアラベスク持ってきます。でアラベスク効果起動します。アショカピラー装備で、ミカンコのアラベスク効果、ハレ出して、アショカピラー回収からのハレ効果、装備回収で、迷わし取りで、自分の墓地の、荒姫のミカンコの効果で、ハレに、カード装備して、で、エンドフェイズに、荒姫の効果で、モンスターを1体に、していきます。はい何この激気象ムーブアルティメット激気象ムーブなんだけど、これマジやばいわ。これカイザーコロシアム張り続けて、あと400を殴り続けてやる。俺は400を殴り続けてやる。ちなみにね、手札に帰ってくる効果で、あの必ずね、荒姫の装備したモンスター帰ってくるんで、一緒に2体で殴り続けるので、神のムーブができますゴミ。晴れ召喚で、荒姫装備、はい、で、はい、で、効果、装備魔法、持ってくるカードもあんまないけどな、もう持ってくるカードもあんまないんだけど、一応ホムラマイからか持ってきとくか。はい、手札が余りすぎるな、バトルフェイズ。さあ、400を殴り続けて、あいーうわーい、あいていうかさ、相手さ、このバスターガントレット絶対さ、あれの方がいいよね、あの攻撃強者の方がいいよね、普通はって思うじゃないですか。僕あれなんですよね、攻撃強者にした瞬間に、なんだっけ、アショカピラーでさモノハの続き持ってこようとしてるからさ、まあ、攻撃強者にした瞬間に相手終わりなんだけど、基本的にはまあこれで400殴り続けても終わるけどななんだこのクソ害悪デッキマジやばいなんだこのデッキ。はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、編集中の龍です。ちょっとね、この対戦マジで神試合とか激闘だったんですけど、ちょっと対戦時間がマジで長くて、ちょっともうほんと最後の方疲弊しきって何も喋れなくなってたんで、後付けでちょっと実況解説をしていこうと思います。相手はね、普通に財宝スネークアイで、こっち使ってるのはみかんこデッキですね。新しいね、みかんこデッキは非常に強力な新規が一応神隠しでトラップカードが来ましてね、まあ荒姫もまあ使いやすくはあるんですけど、そんなにまあなくても勝てるカードではあるかなって感じなんで、まあ採用は分かるかなと思うんですけど、はい、僕は入れてますね。で、邪眼神殿スネークアイの効果を起動して、ちょっとこの辺はもうなんかカットするか、まあ、スネークアイのいつものムーブですね。トガ姫からのアンブロエールして、で、まあ、あの神殿で、マスカレーナとか前に出したりとかっていう感じですね。で、セット魔法トラップカードに置いてあるのがスネークアイフランベルジュドラゴンで、フランベルジュ効果でマスカレーナが出てきて、これ僕超融合で言ってるんで、マスカレーナは素材にできるんですよね、超融合で。なんでマスカレーナの効果は別にいつ打たれても全然問題ないので、儀式の準備を打ちました。で、儀式の準備でなんかうらら打ってくんねえかな、うらら打ってくれませんでした、うらら打てやうらら打てや。で、アースコーレムあとイグニスターを出しに行く感じですね、これは超融合では。で、大姫のみかんこの効果使って、みかんこカードを、1枚サーチしながら1枚墓地を送るよみたいな効果を発動しております。で、アラベスク持ってきて、迷わし鳥送ったのかな、確か。で、みかんこのアラベスクを、フランベルジに装備しまして、みかんこカード装備されてるモンスター効果で破壊されないんで、これで小融合とか打って、なんだ、トガ姫とかが反応してもフランベルジュが破壊されないんですよ。
なんで一応その増殖はできないっていう感じです今盤面的には。で大広のみかんこ大志子のみかんこかっこ、これをあロンドはね、みかんこモンスターいるときに相手モンスター装備するとパクれるんで、まあ、残しといて、でパンツァードラゴンも出せるんだ確かに、ね。まあ、ただあリンクモンスター処理たいんで、ここでアースゴーレムアットイグニスターを、超融合で出していく。融合召喚条件はサイバース属モンスタープラスリンクモンスターね。で、マスカレーナ効果は無力化で、これアースゴーレムアットイグニスター出てきたんで、多分これトガ姫出てくるんですよね。でトガ姫の効果で、フランベルジュとアースゴーレム破壊したいよみたいな効果あるんですけど、フランベルジュドラゴンは今未完工のアラベスク装備されてるんで、効果で破壊されないんで、一応増殖することは今は打てない。はい。でトガ姫ちゃん出てきて、でウララがあればもうアラベスク打たれるんだけど、もうしょうがないなと思って、もうなんか打ちました、これ普通に。でフーリちゃん出てきて、まあウララはありませんでしたと。でフーリちゃんの効果、これあれだね、金券で墓穴はもらい探しに行くのも あったね、これプリングとして。でロンド、未完工のイザナイロンドっていうカードが、未完工モンスターがいると、モンスターに装備したらパクれますよと、そのモンスターをっていう効果があるので、これでフランベルジュをパクりまして、フランベルジュの増殖効果はもう発動されないようになんとかしてます。でバトル入って、これで、あれですね、トガ姫をぶん殴っていくと、で2700ダメージで、トガ姫が破壊されると、あ無限包容、あちらにこれ対象取れないんで、フーリーフランベルジュにしか打てないと。でこれ無限包容の無駄打ちに成功させていく、無限包容の無駄打ちに成功、よしよしよしと意外とテキスト読んでないというかね、フーリちゃんの対象体制が。でアンブロエールが除外されて、フィールドのカード破壊されるんで、これでアラベスク破壊される。まあ一応未完工のフーリはね、未完工装備カードがあれば別に大丈夫なんで、今はまあ対象に取れません、どっちにしても。はい、それを確認してますね。で金満で金キャナツボ打って、一応これがね、だからそのウーララケアするんだったら先やった方がいいよね。うん、適当に使わない、融合を、とかを除外して、あこれ天帝強いんよね、これね、こういうところの天帝マジ強いんだよな。ああこれさ、金券のね発動タイミング結構難しくて、なんか相手が何持ってるかにもよるじゃん、必要なカードとかがどうやって踏むかとかがあるから、これね結構ね、俺は未完工とかで手札決まってる場合は後打ちするんだけど、よく先打ちしてね、相手の伏せとか分かってるんだったら先打ちしてケア札持ってくるとかもあると思う。で墓穴打たれる、うざすぎ、ヌトス砲できない、ヌトス砲できないで行った。でマキシムストラグマの効果を起動しまして、アースゴーレム除外して特殊召喚で、これで相手のエクストラデッキを、ね、削れるのもでかいよね。でアーデックと、ペガサス送っといて、これあれだね、スカルワゴンとか入れてもいいね。古生代化石モンスター、で、アークデクレアラー効果使って、でこれでね、神殿悪かったんだよ。だからカグラも来てね、カグラでね、大姫出しに、大志子のみかんこ出しに来ました。でカグラは墓地の装備魔法の数だけ相手のカード破壊できるみたいな効果あるんで、これが強いんですよね結構。でアラベスクを一応装備し直しておいて、カードセットしてエンド、はい、これで対象体制が付与でき、さらに大姫の効果でなんかフリーチェーンで一応なんか、モンスターに装備魔法を墓地から装備できるみたいな効果が一応あります。でまあユニコーンはどうでもよかったんで、まあ、これスルー。これね結構ねなんか考えること多くて難かったんだよね。まあ、ちなみに、ね、大姫になんかフリーチェーンで装備魔法をフールに装備するとトラップカードをサーチするのをフリーチェーンで発動することもできます。でバース結構めんどいんだよね、未完工なんか墓地から除外されるから。でスネーカーエクセル効果、この辺も全部スルーして、でなんかフランベルジュとか出てきたらフランベルジュだけは神隠しでパクロッかなって思ってたんですけど、でポプルス効果発動されサーチが入る、未完工、あでも反逆はねこれね結構うざい。ああまあフーリは対象取れないし大姫対象取れないけど、このフランベルジュ押し込まれるんでマジめんどいっていう。でただこれロンドが墓地行ったってことは、逆に言うと大姫の
効果でロンドンを誰かに装備することができると思うんで、でこれで、フランベルジュの効果とフランベルジュの効果でね、これね、ここでフランベルジュをパクってもなんか意味ないなって思ったんで、特に押し込まれないから対象取れないから、でここはね神隠しスルーしたんだけど別にいいやと思って、でどうせサロス出されるのでここでどうせねモンスター数 あるからサロス出されるしいいと思って、これ全部スルーしました。1回神隠しを温存で、まあ対象取れないでね、フランベルジュで、これサロスでエレス出てきちゃった、やばすぎフーリちゃんどっか行った、フーリちゃんどっか行きました。でクルヌギアスの効果発動と、ポプルスの効果が発動される。でここで大姫の効果がね生きてくるわけですよ。で大姫の効果で、ロンドを装備します。さらに神隠しの効果で相手のクルヌギアスもパクりますと。でクルヌギアスは対象に取る効果は受けるんで、未完コの大姫に装備されて、でさらにロンドを、フランベルジュ装備するとフランベルジュがパクれると。はい、一応これでモンスターは一応しょれました。ただこれちょっと全部効果無効になってるんですけどね。でユニコーンが爆発させて、来て、でこっからまだ展開されるんだよ確かな。そうなんだよこれだ、やばいよなこのデッキふざけんねマジで。サロスでモンスターしょってからなんでまだモンスター2体並んでんだ、意味わかんなすぎって思ってました。はい、でこれちなみに大姫のみかんこは、サロスエレスの出てきた時の効果で効果無効になってるんですよね。なんで普通に処理されます。はい、でトレミアフェニックスの効果でロンドが破壊されると、一応ウィンドペガサスあとイグニスターの効果によってバースも戻せる。でバトルフェイズで大姫がぶち殺されて、もう何のモンスターもいなくなりましたと思うじゃないですか。それまだ僕墓地リソースあるんでね。さっき神ドロー来た。で財宝街の悪魔でディアベルスターを回収。これねちなみに墓地に落ちてるこのね迷わし鳥、これがマジで強くて、これで墓地の風鈴を特殊召喚してトラップをサーチすることもできるんですよ。マジやばいよねこのカード。ああ無から有を生み出すカードだからこれ。で一旦これ確か天帝の人打ってガルーラ送りに行くかな。はい、でガルーラ送りに行ってワンドローを入れながらマキシムストラグマンを回収します。強いねこれね。でトロイミアフェニックスが悪魔族なんで、群雄割拠を発動したらもう悪魔族しか出せなくなるんですよね。であとこれちなみにトガ姫忘れてました、これ墓地の完全に僕すいません、これ完全にトガ姫忘れていたゴミプレイングですこれ。はいゴミプレイング、はい、でトガ姫が出てきちゃいました。はい、でこれゴミプレイングなので真似しないように、まあ、2700ダメージ入れただけ予想しましょう。でカード1枚セット、カード1枚セットエンド。今ちなみに迷わし通り効果使ってトガ姫バグスもあったん、一応、まあ、モンスター残しておいた方がいいかなと思ってそのままにしたけど。でですねここでトガ姫の効果使って多分なんかモンスター蘇生してきてリンクで展開してくるみたいな効果多分打ってくるとは思うんですけど、まあ、ちなみに今フーリは対象に取れませんと。でこれ群雄割拠発動したらもう悪魔しか出せなくなるから多分これ回答ないと思うんだよね多分。トロイミアフェニックス2体入ってるデッキないから。だからここで群雄割拠打ちます。群雄割拠打つと悪魔族しか出せません。トロイミアフェニックスが蘇生されます。で、フェニックスと、トガ姫2体になって、でそっから出せる悪魔族リンクモンスターなんてあのデッキ入ったわけないから。うん。なんで、これは来たと。あとこれ殴ったらいけると思ってたんだよ。うん。これさ録画時間見たらさ対戦時間25分とかってさ一戦で動画1本できますけどみたいな時間になってて、しかもなんか最後の方も疲れて何も喋ってないから普通に、はい、あこれ自爆特攻で対戦ありがとうございますね。やっぱ永続魔法、永続トラップはね多分ね未完工的あった方がいいね、さすがに。アショカピラーマジでねやっぱ強いわ、普通にこのカードマジで最強だわ。ちょっとねアタッカーが用意できないから、なんだっけ、デクレアラディバイナーはデクレアラディバイナーで強いんですよ。ブレイバーが出るんでね、でちょっとそことね若干強さの種類というかが違うんだけど、アショカプレイヤーはやっぱ毎ターン毎ターン装備魔法サーチできるからねめっちゃくちゃ強いよね。やばっ、タケノコ来たんだよ、やばい
待って終わったかもしれないこれ。これ終わったかもしれないこれ。待って、フィード上に表が表示存在する限り相手は魔法トラップカードを発動できない。え、ちょっと待って。未完工デッキやって。俺未完工デッキなんよ。ナチュレバンブーシュートやばない。待って、ナチュレバンブーシュートガチでやばいって。ナチュレバンブーシュートとかいう激キモモンスター。ちょっと待って。マジで、魔法トラップしかないんだって。おやばいって、おなんぼりきれいよ。おい、ちょっとトイレ掃除用具召喚こうか。なんかあります。やばい、何持ってきても何も起きないの草。まあ、草じゃなくて棒なんだけど。おふざけんだよな、このタケノコ強すぎだ。なんだこれ。